第一三共の現時点での株価は3459円です。今後どうなる ?1 年後の株価はズバリ。最高値第一三共売り時はい、新田のさとみです。今回のテーマです。1、第一三共株の現状は ?2、 第一三共これまでの株価推移は、3、第一三共の株価は今後どうなるということで、まずは1番、第一三共株の現状はというところから見ていきたいと思います。現時点での株価は3459円です。配当利回りは0.7%。株主優待は実施なしです。2番、 第一三共、これまでの株価推移はということですが、株価推移はご覧のようになっております。現在、右肩上がり、爆上げ中です。後ほど詳しく解説をいたします。では、第一三共ってどんな企業なのかということですが、日本大手の製薬会社、循環器と感染症薬に強く、イギリスのアストラゼネカ社と提携し、 がん領域への取り組みを開拓中の企業です。第一三共の事業は大きく2つの柱があります。国内医薬品事業と海外医薬品事業です。それぞれ国内医薬品事業は新薬、一般用医薬品、ワクチン、ジェネリック医薬品の開発を。海外医薬品ではアメリカ、欧州、アジア、 中南米へと通用する新薬の創出を目指しています事業別売上構成比です2019年度の売上高は9818億円でしたがそのうち大きくは新薬が44.6%海外その他が38.7%になっています地域別の売上構成比ですが 日本は61.3%、北米が16.6%、欧州が9.7%、その他12.4%です。ここで薬ができるまでの流れを解説してみたいと思います。薬ができるまでの流れと期間ですが、工程がありまして、基礎研究、非臨床試験、治験、承認審査、 完成発売という工程がありそれぞれこのように一つ一つの工程に長い時間がかかります一製剤にかかる金額ですが一製剤あたり数百億から数千億かかると言われています臨床開始から承認までの成功率ですがわずか5%から26%です 企業の売上高に占める研究開発費の割合ですが、例えば電気、電子、精密機器、自動車産業では5%前後であるのに対して製薬業界では19%前後ということで、売上高に占める研究開発費の割合はかなり高いと言えます。そこで臨床試験に成功、承認が降りれば、 特許期間は安定収益を得ることができますが臨床試験に失敗否認になると大規模な損失に陥ることになります特許期間20年から25年は安定収益ということは薬を返せば薬の特許が切れれば売り上げは激減してしまうということになりますですから絶え間なく新薬を開発発売していく必要があります しかし、先ほども言いましたように、新薬を作り出すのは大変難しい、期間とお金がかかる業界です。一方、不確実性も高いですが、承認されれば利益率は非常に高い業界とも言えます。では、第一三共はどのように生まれたのでしょうか。名前の通り、三共と第一製薬との経営統合で生まれた会社です。 100年以上も歴史がある2社が2005年に統合しました。ここで両社の歴史を振り返ってみます。1899年、三協商店設立、三協の前身になります。創業者は塩原又作氏です。1900年前半、アドレナリン、ビタミン B1 の輸入販売権を獲得します。 1913年、三協株式会社発足。初代の社長には、高峰常吉博士が就任しました。1915年、アーセミン商会創業。第一製薬の前身になります。創業者は、慶松マ財シ氏。1918年、第一製薬株式会社発足。 初代社長には柴田聖之助氏が就任します。1937年、国産第1号抗菌薬、細菌性疾患薬ララポール発売。1945年、終戦。1949年、三共株式会社、第一製薬株式会社、それぞれ東京証券取引所に上場です。 1950年朝鮮特需朝鮮戦争勃発によりアメリカ軍からの日本国内の各種企業に対する発注が急増特需景気へ1951年風薬ルル発売当時風邪薬といえば液体や粉末が主流でした風邪薬を常在化しそれが受け入れられて家庭の新たな常備薬として普及していきます 1957年産協胃腸薬発売さまざまな食品があふれ始めた時代でした食べ過ぎなどで弱った胃に穀物に含まれる澱粉を消化する酵素が効くとして発売されます1961年国民皆保険体制誰でもどこでもいつでも保険医療を受けられる体制が確立します 1973年、育毛剤カロヤン発売。頭髪用の発毛、育毛剤における国内初の一般用医薬品でした。1985年、広範囲蛍光抗菌製剤タリビット発売。1986年、バブル経済です。同年1986年、鎮痛、 抗炎症剤ロキソニン発売ロングセラーの医薬品へ1987年造影剤オムニパーク発売1989年日経平均最高値38,915円に1989年世界的に画期的な高コレステロール血晶治療薬メバロチン発売です。 産協のドル箱と言われる薬になりました1991年バブル崩壊で株価急落1993年広範囲蛍光抗菌製剤クラビット発売発売後も各種感染症に対して43の適応症と32の適応禁止を取得今なお優れた治療効果を維持しています 2004年、グローバル血圧効果剤、オルメサルタン発売。現在は、ジェネリック事業の柱となっている製品です。2005年、第一製薬と産協の経営統合。第一産協株式会社設立です。統合の理由として考えられるのは、1番、アステラス製薬といったライバルの動向。2番、将来の海外展開の基盤を作る。 3番研究開発費の確保のためと言われています。第一三共株式会社は業界任へ2006年第一三共ヘルスケア株式会社営業開始。2008年リーマンショック。2008年インドのランバクシー社を買収。高止血症および感染症などの領域における 後発医薬品の製造・販売をしていた企業ですランバクシーの取得費用は4884億円でしたしかしその後ランバクシーの売上は減収不正も発覚して2015年に売却しています2010年抗インフルエンザウイルス薬イナビル発売です2013年アベノミクス2014年 工業材リクシアのを販売2019年売上収益1,540億第一三共の柱の製品です2015年中国バブル終焉へ2016年トランプ大統領誕生トランプ相場が発生して日経平均株価は上昇へ2016年売上の柱である高血圧症薬 オルメテックの特許切れ世界で2841億円を売り上げていましたが特許が切れた後グローバル売上高は1年で3割減少特に米国では67.8%減と大幅に減収になってしまいました2016年経営方針の変革がんに強いグローバル企業にと舵を切ります 新薬と後発医薬品のハイブリッドビジネスから新薬集中へ。2018年、米中貿易摩擦。そして今年2020年、コロナショック。しかし、コロナでも2020年3月期決算は対前年同期比5.6%増の9818億円。3月に国内で承認を取得した抗がん剤、 エンハーツが好調で米国でのエンハーツの売上は3ヶ月で32億円になっています2020年新型コロナワクチンの自社開発2021年3月頃の臨床試験開始を目指していますそして今年大きなニュースとしてはイギリス製薬大手のアストラゼネカと提携を行っています これまでの解説を1枚にまとめるとこのようになります。3番、第一産協の株価は今後どうなる第一三協の現時点での株価は3459円です。今後どうなる予想の前提1、第一三協の売上状況です。売上推移はご覧のようになっております。 直近2年間の業績推移を見た場合前期は増収となっており前期の増収率はになっています。営業利益も2期連続で増益傾向にあり該当2期で平均の増益率になっています。しかし今期は薬価引き下げやワクチンの販売提携の終了など国内での売上が減少したこと また成長領域に掲げる新型抗がん剤などに係る研究費用費が増えたということで現役に転じる模様です国内製薬会社の売上高2020年度3月期ですが第一産協は4位です第一産協の主力製品はこのように4製品ありますが中でも工業個材が特に好調です 予想の前提に、今年提携したイギリスのアストラゼネカ社との提携によって得られるメリットは開発費を両者で折半することによる経費削減両者が共同反則し損益を折半できるという利益確保海外への販売網拡大で利益増利益拡大というメリットが考えられます。 時価総額の比較です。武田薬品、中外製薬と比較しています。第一三共は提携発表後、武田薬品に差をつけることができています。三者時価総額の推移です。緑が第一三共、黄色が中外製薬、青が武田薬品工業になっています。予想の前提3。 売上高と営業利益率はこちらのようになっております。自己資本利益率 ROE ですが第一産は 9. 9になっています。投資指標予想 PER は127.58倍実績 PBR は5.08倍ということでかなり割高になっています。 株価と営業利益の推移です。現在、株価が本業の実力である営業利益よりも高いということがわかります。実力と株価についてです。株価が過度に実力以上になると最高値を記録して下がり始めます。株価が過度に実力以下になると最安値を記録して上がり始めます。ですから、投資において最も重要なことは基礎的な指標。 ファンダメンタルズから実力を見通すこと。なぜならば、株価は短期的には上げ下げを繰り返しながらも、長期的には実力に見合った株価に落ち着いていくからです。ということで、第一三共の1年後の株価はズバリ、3287円を予想したいと思います。以上です。ありがとうございます。幸運を